巨人は他の巨人も倒してくれるなら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。あれは味方の。巨人は…なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。そうだ、聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。ごめんなさい、アルミン。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。助けないと。狙う。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。感謝する。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いで、あの巨人を誘導してくれ。かっさばいてやる。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。狙う。
護してやりてえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。助かったぜ、ミカサ。エレンとアルミンは無事か。エレンは。おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。感謝。よかった、本部はまだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。狙う。あっちは苦戦してるのかよ。本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。なぜこんなところに補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。助かったぞ、アカマ。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵。わかった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。
番ヤバい時の色だ。突進巨人どもめ、私たちに壁を登らせない気か。まだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。なんだと。わかった。本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。カッサバイゲゼブ、応援団ヤバいってことだよな。ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。なんだと。くそ。